こんにちは。長い銃と短い銃どっちがいいですかっていう動画です。いやこれストームにつけたねマイクロプロサイト、これぐらいの明るさでもね全然大丈夫です。これハイかな、はい、今しゃれちゃった。ハイかな、ハイって言っちゃった。あのハイポジションとローポジションがあるんですよ。これ狙ってないですよ。この明るいところとかでもね消えない。見えるかな、はい。まあ、というわけで皆さん、サバゲーとかメインで使ってる銃って長さどれぐらいですかね。まあ、これぐらいの長さが一番使いやすいですよね。あの、インドアとか、ちょっとブッシュとかあった時とか、バリケード越しとかね、こう、スイッチとかしたりとかする時とかでも、まあいいし、短いとね、いいですよね。で、反対に長いと、あれ、燃えますよね。昔はね、M14 のフルサイズでサバゲーしてたんですよ。あの長いのがね、いいんですよ。もうあんまりにも長すぎて、もう、ちょっと、無理な時はちょっとハンドガンにスイッチとかね、するっていう。まあ逆にハンドガンが使い勝手が出ると。もうこれだったらもう結構なことできますもんね。結構なことね。あの、まあ、ね、ほんと、ちっちゃいところとかね、狙う時とかもかなり、なんだろう、ね、このコンパクトな構え方もできるし、もう物理的にね、もう、ね、フルサイズの、ライフルとかだと、本当バリケー越しに撃つときも、もうなんか、もうちょっと離れないとできなかったりするじゃないですか。なので、まあそういう、まあシチュエーションとかにもよると思うんですけど、まあ、まあいいとこ悪いところ。まあ長いとね、サイトレングスが長く取れて、オープンサイドのときとかいいし、まあ物もいっぱいつけれるし、構え方のね、自由度も、この前のコバルトとかもすごく良かったですよね。長いけど、長いなりに、やっぱそれなりに、こう、構え方の自由度。するわけじゃないですか。なのでまあどうでもいい話ですけど、皆さん土地が好みというかどういうのを主に使ってますか。まあ私はどちらかっていうと長いレングスの方がちょっとロマン派なのでそんなにサバもう分かってますよ。そんなサバゲーも行かないんで、普通にシューティングでねこう打ったりする場合、別に長くても長い方がオープンサイドで打つ場合、サイトレングス長く取れてね、方向性も出しやすいし良かったりするので、まあそういうで、まあそういうね、コンパクトに動き回りのが多い方は多分こういう割とちっちゃめな銃が、バレルが短いね、ショートバレルがいいかなという感じがします。というわけで、まあよかったらね、アンケートをお答えください。最後までご視聴ありがとうございました。